高知競馬、12レースファイナルレース1400です能力偏差値ですが B ランク1等 C ランク3等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。3枠3番、インペリアスです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、3層前、4層前、 5層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混線の一等で、連帯資格は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。近層は、指数の青線が右肩下がりで、調子は下降局面にあります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 4 0 0メートルとなります。指数がピークとなっている4層前は、ピンク色の着順が7着で、 紫の丸が1400、5層前は、ピンク色の着順が1着で、紫の丸が1300、1400は敵距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートで、レース展開予想を解説します。一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが5頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。 指数グラフに戻って、てこの馬のの馬客室を見ていきまます。す。一角角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは4走前は6番手からの競馬です5走前は6番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は32でトップです上がり指数は27で3位ですまずまずの上がり指数で ちょいいい差ししをを見せられそうでです。す。展開面は、若干のプラス評価て馬体重は黒色の折れ線。金層は馬体重が減少しながら指数を落としています。明日も馬体像でプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。5枠5番。バイエニーチャンスです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5相では、 前走3。走前に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の1等で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている。一層前は紫の丸が13003。走前は紫の丸が14001300が適距離ですが、1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は4番手からの競馬です。 3走前は5番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は19で8位です。上がり指数は22で6位です。先行力は評価できません。好位につけられないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。6枠7番、ミルグラシアスです。 能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混戦の一等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は、紫の丸が1300、9月は、紫の丸が1300、1300が適距離ですが、5層前の紫の丸、 今回と同距離の1400では、低指数となっています。1400は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている2走前は5番手からの競馬です。9月は2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は25で4位です。上がり指数は25で4位です。 平凡な先行力で好意につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。ヨーババでは、指数を落としています。明日も、両馬場なら、マイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。8枠12番、アルトキュムラスです。 能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では黄色線を上回ったことがありません。能力的には上位馬には一歩劣とりますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は紫の丸が1300、5層前は紫の丸が1400、1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっている2走前は2番手からの競馬です。5走前は2番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は30で2位です。上がり指数は18で10位です。まずまずの先行力で好位につけられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。馬場状態を見ていきます。ヨババでは指数を落としています。明日も 両馬場なら、マイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。1枠1番、ダノンローチェです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている実活は、 紫の丸が13007月は紫の丸が13001300が適距離ですが5層前の紫の丸今回と同距離の1400では指数を下げています1400は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっている10月は9番手からの競馬です7月は4番手からの競馬です先行も差しも良い自在タイプです 展開分析シートに切り替えます。先行力は24で5位です。上がり指数は23で5位です。先行力、上がり指数とも平凡で、自在に立ち回れないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った3番の対戦成績は、 12番に対し0勝1敗1番に対し0勝1敗と負け越しています3番の対戦成績にはリスクがあります暫定丸を打った5番の対戦成績は7番に対し2勝0敗と勝ち越しています5番の対戦成績は高評価できます暫定黒三角を打った7番の対戦成績は5番に対し0勝2敗と負け越しています7番の対戦成績には リスクがあります。暫定白三角を打った12番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定バツを打った1番の対戦成績は3番に対し1勝0敗12番に対し1勝0敗と勝ち越しています1番の対戦成績は高評価できますコース特徴と枠順による有利不利を見ていきますココーーチのコース形状は1、 2コーナーのカーブがきつく、3、4コーナーのカーブが緩やかになっています。最終コーナーからゴール盤までは2 0 0メートルしかなく、直線一気にはなりにくい、先行有利のコース形状となっています。コーチの大きな特徴として、ち立ち沿いの砂が厚く、ち立ち沿いを通らされると大きく不利になることです。1400の発走地点は最終コーナー引き込み線からとなります。1コーナーまでにはそれなりの距離があります。 枠別の平均パフォーマンスを見ていきます。若干、内枠不利になりますが、1300ほどの大きな不利はありません。1300より1コーナーまでの距離が100メートル伸びることにより、内枠の馬が内らち沿いにすりつぶされる可能性が低くなるからだと思われます。外枠は若干有利ですが、誤差の範囲です。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、3番、 インペリアスです能力偏差値はトップの B ランクです。対戦成績と調子にリスクはあります。距離と展開を高評価しました。対抗丸を打ったのは5番バイエニーチャンスです。能力偏差値は2位の C ランクです。展開にリスクはあります。対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは12番アルトキュムラスです。能力偏差値は 4位の C ランクです。展開と、枠順を高評価しました。白三角を打ったのは、7番、ミルグラシアスです。能力偏差値は、3位の C ランクです。距離と、枠順と、対戦成績にリスクはあります。×を打ったのは、1番、ダノンローチェです。能力偏差値は、5位の D ランクです。距離と、枠順にリスクはありますが、対戦成績を高評価しました。 以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。高地競馬11レース、高地上特別、1400です。 能力偏差値ですが、B ランク3等、のレースとなります。これから偏差値上位馬の適性分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は、日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。指数は、青色の折れ線で表されます。 黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。7枠7番、トリストラムです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、3層前、4層前に黄色線を上回っています。特に3層前は、 黄色線を14上回る優秀な指数をマークしています。能力的にはトップグループの一角で連対確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっている三層前はピンク色の着順が一着で紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。選考力分析シートで。 レース展開予想を解説します。一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが5頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、3走前は花を切っての競馬です。 花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は48でトップです。上がり指数は38で4位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。展開面は、プラス評価をしていいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。6枠6番、フィルストバーンです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、 前走、2走前に黄色線を上回っています特に2走前は、黄色線を11上回る優秀な指数をマークしています能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです距離適性を見ていきます指数がピークとなっている2走前は、紫の丸が1200 6月は、紫の丸が1400 1400は適距離です展開面を見ていきます 指数がピークとなっている2走前は6番手からの競馬です。6月は後ろから。中段より後ろめからの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は31で5位です。上がり指数は42で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。 8枠10番、停車シャキアです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、2層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は、紫の丸が1300、5層前は、紫の丸が1400、 1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている2走前は3番手からの競馬です。5走前は5番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は30で7位です。上がり指数は44でトップです。先行力は評価できません。好位につけられないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。 馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。金層は、馬体重が増加すると指数を上げています。明日も、馬体が増えていれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。二枠二2番、栗の雷鳴です。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、 2番手グループの一角で、連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっている一層前は、紫の丸が1400 8月は、紫の丸が1300、1400は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっている一層前は5番手からの競馬です8月は3番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです 展開分析シートに切り替えます。先行力は42で2位です。上がり指数は37で5位です。まずまずの先行力で、好位につけられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定×を打っています。8枠9番、フィール・マイ・ラブです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは D ランクとなります。近5層では 2層前に黄色線を上回っています。能力的には上位場には一歩をりますが、連帯四角は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプなら、今回は指数を上げる順番です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は、紫の丸が1600。7月は、紫の丸が1300。 1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている2走前は花を切っての競馬です。7月は2番手からの競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は41で3位です。上がり指数は20で10位です。平凡な先行力で先行できないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。 過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定二重丸を打った七番の対戦成績は有力馬との直接対戦は少なく評価対象外です暫定丸を打った六番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定黒三角を打った十番の対戦成績は二番に対し二勝0敗と勝ち越しています十番の対戦成績は高評価できます 暫定白三角を打った2番の対戦成績は10番に対し0勝2敗と負け越しています。2番の対戦成績にはリスクがあります。暫定×を打った9番の対戦成績は6番に対し0勝1敗と負け越しています。9番の対戦成績にはリスクがあります。コース特徴と枠順による有利・不利を見ていきます。コーチのコース形状は12コーナーのカーブがきつく3 四コーナーのカーブが緩やかになっています。最終コーナーからゴール盤までは2 0 0ルしかなく、直線一気にはなりにくい、先行有利のコース形状となっています。コーチの大きな特徴として、内拉致沿いの砂が厚く、内拉致沿いを通らされると大きく不利になることです。1400の発走地点は、は最終コーナー引き込み線からとなります。一コーナーまでにはそれなりの距離があります。枠別の平均パフォーマンスを見ていきます。 若干、内枠不利になりますが、1300ほどの大きな不利はありません。1300より1コーナーまでの距離が1 0 0メートル伸びることにより、内枠の馬が内立ち沿いにすりつぶされる可能性が低くなるからだと思われます。外枠は若干有利ですが、誤差の範囲です。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、7番、トリストラムです。能力偏差値は、 トップの B ランクです。距離と、展開を高評価しました。対抗丸を打ったのは、6番、フィルストバーンです。能力偏差値は、2位の B ランクです。距離と、展開と、レース間隔を高評価しました。黒三角を打ったのは、10番、ペイシャワキアです。能力偏差値は、3位の B ランクです。展開にリスクはありますが、対戦成績を高評価しました。 白三角を打ったのは2番栗の雷鳴です。能力偏差値は4位の D ランクです。枠順と対戦成績にリスクはありますが、距離と展開を高評価しました。×を打ったのは9番フィールマイラブです。能力偏差値は5位の D ランクです。対戦成績にリスクはありますが、調子を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力。 適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。